はい、ということで今日何やるかっていうと、今日はですね、なんとこうウクライナでゴールドラッシュが起きてるってね、そういった話なんですよ。こう普通に考えたらこれですね、こうウクライナっていうと今ですね、ほとんどのビジネスが止まってる、そういったウクライナのはずなんですけども、なぜかそこでゴールドラッシュが起きてるってね、そういった話なんですよ。まあこれね、サムネイルとかあるからわかると思うんですけれども、何がね、ゴールドラッシュかっていうとね。はい、ということでね、もう早速始めていこうと思います。こういった話です。これがですね、6月、アメリカのロッキードマーチン社の株価が、ウクライナ戦争が始まって以来、最高値を記録した。この会社、一般の航空機から宇宙船まで製造するが、軍需企業としては世界ランク1位を誇る。どこかで戦争が起きれば、軍需産業が儲かる。当然の理屈であり、古くは死の商人などと呼ばれた。今回の戦争の市場としての側面を読み解いた。ってことなんですよね。まあ、こういったゴールドラッシュが起こってるとね。で、しかもこれなんとですね、ユーロサトリという催しが6月、パリで開かれる。ヨーロッパ最大の防衛装備、安全保障の展示会で、閣内で開かれるが、前回がコロナ禍で中止され、4年ぶり。今回はウクライナでの戦争もあって、盛況の極み。世界62カ国から1720社の企業などが参加した。ここでは政府や軍の関係者によって兵器の商談も行われる。関係者に話を聞いてみた。っていうことで、もうね、6月にね、今年の6月にこの軍需産業のイベントがですね、なんと4年ぶりに開催できるってことで、もうこれですね、すごいですよね。こう武器とか宣伝するのにね、売るのに最高のタイミングっていうね。で、そんなですね、すごい大きいイベントのユーロサトリですけれども、そこのですね、ユーロサトリの販売マーケティングの担当の人がですね、こういうふうに言ってます。これがですね、スカンジナビア、バルト海の国々の参加が前回に比べ驚くほど増えたっていうことで、まあだからこれですね、ウクライナの次はそこだって言われてるあたりですよね。バルト三国と、また北欧。で、あとですね、ウクライナの代表団の参加も決まっています。非常に喜ばしい。今年のユーロサトリは特別なものになると思います。っていうふうにですね、これ、主催者側はすごい喜んでいると。まあこれはもちろんですね、皆さん全然喜んでないと思うんですけど、主催してるね、だから兵器を売る企業側の、まあイベントね、イベントの主催者ですけれども、すごい喜んでるんですよ。今年はすごい、なんか大イベントになるぞ、盛況だぞ、つってね、盛況の極みって書いてありましたからね。で、それがなんでかっていうと、昔ながらの、いわゆる武器と物量が、戦場ではまだまだ需要があるということが、ウクライナ戦争で証明されたという、まあこういったことで盛況になってるっていうね。まあそれはですね、今年はね、より特別なものになるだろうって話ですよね。で、次ちょっと紹介したいのが、今のね、こういった状況を見て、今度はですね、またちょっと違った立場から突っ込み入ってるんですけれども、今度突っ込み側ね、これがイギリスの教授がね、こうも言ってます。イギリスのエセックス大学、ピーター・ブルーム教授は、残念ながらウクライナもまた、武器を試す格好の見せ場となっている。さながら世界規模の見本市のようです。軍需産業に特需が起きている。受注が増え、需要が高まり、それが以前より正当化されている点も重要だ。あとですね、日本の教授もいろいろ言ってて、これがね、世界の軍需産業に精通する国際政治学者の拓殖大学の教授で佐藤平吾さんですけど、こう言ってます。武器というのはスペック上はどれほどの性能かわかるんですが、実際戦場でどのぐらい使えるかは実戦を見ながら判断するしかない。そういう意味でも、今回のウクライナ戦争は新兵器を含めいろんな兵器が投入されているので、それがこの後の防衛ビジネスにおいて重要な意味を持つと思います。ということで、ここまでですよ、これ。新しい兵器を売るのに宣伝するのにですね、今起きてるですね、ウクライナ戦争は最高って話なんですけれども、他にもね、こういった側面があると。これがですね、一方で、西側からウクライナに大量に供与されている武器は必ずしも新しいものではない。例えば、アメリカは対戦車ミサイル、ジャベリンを5500機以上ウクライナに供与している。地対空ミサイル、スティンガーは1400機以上だ。で、これですね、どういったことを言ってるかっていうと、アメリカが今ね、ウクライナに送っている、例えばですね、今出てきた、ジャベリンとかスティンガーってありますけど、これ、すんごい古い兵器なんですよね。知ってる人もいると思うんですけども。確かジャベリンって言うとね、もう30年ぐらい前にできたね、そういった兵器なんですよね。で、今ですね、アメリカがウクライナに送ってるジャベリンあるんですけど、これね、なんかね、20年ぐらい倉庫に置いてあったっていうね。だからですね、製造されたのも20年ぐらい前ってね、そういったものを送ってるんですよね。で、ここで何が言いたいかっていうと、そういうですね、古い兵器をウクライナに送って、もうですね、在庫一斉処分セールみたいなことをやってるってことを言ってるんですよね。で、そういったふうにね、アメリカに持ってる古い武器をウクライナに送るとどうなるかっていうと、アメリカ軍の在庫がなくなれば、軍需産業が新たな武器を受注することになるのは自明である。で、あとですね、他にもこれ面白かったのが、それとはね、逆になってるのが、ロシアの軍需産業だって話なんですよ。これがですね、ロシアが兵器を売ってる売り先の国ってのは、こうあります。ロシア製の武器の輸出先は、現在、インドが 28%、これ1位です。で、次が、中国が 21%、エジプトが 13% らしいんですけれども、これがですよ、今どういうことになってるかっていうと、こうあります。武器では、インドがロシア離れを始めている。理由としては、ロシア製兵器の信頼性の低さが、実戦で明らかになった。ミサイルの命中精度が、思いのほか低かったとか。
で、もう一つは半導体など電子部品の調達が西側の制裁で難しくなって戦車などの生産も事実上止まっている。するとインドなどロシア製兵器を買っている側にすれば今後安定供給が難しいだろうと、ということでなおさらロシア離れが進むってそういうふうに言われてますね。ただね、これ今2つあるってね、2つ分けて紹介しましたけど、多分これ繋がってるんですよね。これ以前のね、僕の動画で言いましたけれども、ロシアへのね、経済制裁は2014年から始まっていて、で、そのあたりからもうすでにですね、ロシアってのはこう、レベルの高い半導体ってのは入手が難しくなってるんですよ。それでですね、いまいちな半導体を無理くりですね、ミサイルとかに使ってるんで、ミサイルの精度が低くなって、それとこう、命中率が下がってるって、そういったことなんですよね。だからこれですね、半導体が手に入らない話と、ミサイルの命中精度が落ちてるって、これ、繋がってる話なんですよね。なんかこれですね、ロシアのミサイルっていうと、ちょっと撃ってみたら、ミサイル撃ってみたらちょっと外れる、横の方に行っちゃうとかじゃなくて、もう撃ったらですね、だからここに当てたいのにここに当たるとかじゃなくて、撃ったらもうあらぬ方向へ行ってしまうってね、そういったのあるらしいんですよね。だからね、もう精度が低いっていうか、そういった以前なんか不良品の率がすごい高いらしいんですよね。でもね、ちょっと思うのはこれ、ミサイルって言ったらね、一回使ったらもうボーンってなるから終わりでしょ？だから使ってみたらちょっとエラーが出るんで直すとかできないじゃないですか。だからね、試しに使うってことできないんで、もう使ってみて初めて不良品って分かるわけじゃないですか。でも不良品って分かった時にはもう爆発してるわけでしょ？だからちょっとどうしようもないですよね。だからですね、ロシアもちょっとね、不良品の率を下げるってのはちょっと難しそうですよね。あとですね、国別で兵器、防衛装備品などの販売額、これを見てみると、あ、これですね、兵器、防衛装備品などの販売額なんですけれども、だからね、輸出とかじゃなくて自国で買ってるのも入ってるかもしれませんけれどもね、こんな感じらしいです、こんな感じ。だからですね、どの国の軍需産業の企業が多くね、売り上げてるかって話です。やっぱ圧倒的にアメリカなんですよね。36兆円とかですからね。で、次がだいぶ落ちて中国で8兆円とかですからね。まあアメリカがすごい売ってると。で、結構イギリスなんかも相当売ってるんですよね。で、4位がロシアなんですよね。で、元陸上自衛隊の東部方面総監をやっていた渡辺義和さんはこう言ってます。アメリカが目指しているのは、ロシアを軍需産業も含めて徹底的にダウングレードさせようとしていること。ロシアが二度と軍事大国にならない、ものすごく小さな国にしてしまおうと、そうなれば、インドや中国などロシア製の武器を買っている国は、さらに大変な思いをするでしょう。ということで、まあ、あれですよ、こうなるとこれね、軍需産業の観点から見てもですね、これ、商売敵のロシアをもっとこう潰してですね、アメリカの武器をもっと世界にこう買ってもらうようにしようってね、それも入ってるでしょうね。あとですね、これちょっと面白かったのが、ここからですね、アメリカじゃなくてトルコの話ちょっとします。これがですね、トルコって言えばこれね、ウクライナ軍ですごい活躍している。これ、僕の動画でも何回も紹介してますけれども、トルコのドローンのバイラクタル TB2 ですよね。で、これはですね、アメリカのドローンよりも性能は劣るけれども、それも値段がですね、何分の1から買えるんですよね。で、結構ですね、途上国なんかに売れてるんですけれども、で、それは今回ね、ウクライナ戦争ですごい大活躍してるじゃないですか。それでやっぱり、トルコは2021年、新型コロナ通貨安で経済危機に陥っていたが、それを救った大きな要因が、このドローンでもあるというのだ。実際、セルビアやリトアニアなど、地政学的にロシアに近い国からの購入の申し込みが相次いでいるという。でですね、ここからが面白いんですけれども、面白いっていうかダメだろって話なんですけれども、このドローンを作ってる会社の共同経営者は、エルドアン大統領の娘婿ならも大きな要素だという。もうね、すごい笑っちゃいましたもん、これ見て。もうね、いやーっていうね。だからこれね、エルドアン大統領今回ね、トルコのドローンをこうウクライナに販売してるわけなんですけれども、ね、でもこう、ロシアといえば揉めたくないわけですよ、トルコとしてはね。それで言ってるのが、トルコ政府とかはね、関係ないね、一市企業、だからね、国営企業じゃないですから、一企業が勝手にですね、これね、やってると、ウクライナに販売してると。ってことで、そういうふうに言って、こうね、なんかロシアに対して言い訳してるんですけれども、でもこれ今あったよね、これ、エルドアン大統領の親族が経営してたっていうね、このドローンの会社ね。笑っちゃいますよね。で、さらに面白いのはこうあります。ゴーアン・エルドアン大統領の娘婿が関係するドローン。このドローン効果はトルコの経済やウクライナの戦争に寄与することだけではない。じゃあですね、他に何があるかっていうと、NATO に加盟申請しているフィンランドとスウェーデンの今後にも関係するかもしれないというのだ。どういうことかっていうと、今ですね、皆さん知ってると思うんですけれども、フィンランドとスウェーデンがですね、NATO に加盟したいと。でもこれにトルコがね、反対してますよね。でもこれが要するにですね、トルコのドローンを買ってくれたらいいよ、みたいになるかもって話なんですよ。まあそういった話があるらしいと。だからこれですね、エルドアン大統領の娘の旦那が経営してる会社ですからね、ドローンの会社からね。だからそっから買ってくれるんだったらいいよってね、なんかトルコがね、エルドアン大統領言いそうってことなんですよ。でもこれがね、実際に本当にちょっとありそうで、なんでかっていうと、スウェーデンもバイラクタルの購入を検討していると表明しているっていうね、すごって話です。もう、なんかね、もうあからさますぎますよね。で、次。これもね、面白い話なんですけれども、実はですね、こういった軍需産業ってのは、一番の狙いは何かっていうと、これ別にですね、こう戦争を起こしてですね、そこでこう、兵器を消費してもらおう、使ってもらおうってね、っていうことだけではないんですよ。そこはちょっと実はメインじゃないんですよ。
実はこのね、軍需産業企業の一番の狙いっていうと何かっていうと、こういったですね、戦争とかの脅威を使って、世界各国のですね、軍事費、これをね、上げる、拡大させることが一番、実はそこ一番狙ってるんですよ。こう面白いですよね。だからですね、結局ね、そこが増えると、結局はね、こう軍需産業のね、兵器とか買ってもらえるってことになるわけですよ、いずれ。だからこれですね、戦争なんてのはね、これね、世界大戦とかでもない限り、なんかね、二国間とかで戦争とかしてるわけじゃないですか。だからね、そこで消費される兵器なんて、たかが知れてるわけですよ。そうじゃなくて、そういったね、こう、恐怖とかを使って、世界の国々の防衛費をね、全部上げてしまう。この方が結局、儲かるってことなんですよ。これを、これ軍需産業ってのは狙ってるってことなんですよ。賢いですよね。で、こうあります。これが、専門家によれば、初期の売り上げは武器メーカーにとってささやかなチャンスに過ぎないが、今後数年から数十年の間に、ますます軍事化するヨーロッパで、真の大金が得れるという見通しであることである。このことは、武器製造会社のトップが株主やビジネスメディアを前にして、すでに語っていることである。で、やっぱりですね、この軍事費を拡大してですね、話題っていうのは、やっぱりここだと思うんですけども、これが、ドイツをはじめ、っていうことはやっぱりこう軍事費拡大させたっていうとドイツなんですよね。ドイツをはじめ、第二次世界大戦後、基本的に平和主義だった国々が、ロシアの行動をきっかけに、軍事全体を再構築しようとしているのである。ドイツはすでに世界最新鋭の戦闘機である F-35 戦闘機を35機、アメリカメーカーのロッキードマーチンに発注している。ドイツのショルツ首相は、ベルリンが1130億ドルの一時金によって軍事費を増やし、年間予算の 2% を武器支出に充てることを約束すると述べた。で、ちなみにですね、これ、2020年ですけれども、世界の防衛費、軍事費っていうとこんな感じです、これ。こんな感じです。ランキングで見るとね、上からこれ。で、ドイツってところ7位にありますよね。で、これ、なんか52765って書いてありますけど、これがですね、今回ね、上げるってことで 1.4 倍ぐらいになるんですよ。そうするとですね、どうなるかっていうと、このランキングがですね、これ、世界第4位になるって言われてます。だから、ロシアを抜くってことなんですよね。すごいなっていうね。で、もちろんですね、その増やしたお金でどうするかっていうと、そのお金で、今もあったようにですね、結局これね、アメリカ企業から兵器を買うってことなんですよね。だから、アメリカがラッキーってことなんですよね、これ。で、ここもちょっとね、面白いんで紹介したいんですけれども、これ何かっていうと、これがですね、アメリカ軍事企業のレイセオンってとこあるんですけれども、これ確かね、レイセオンテクノロジーズとかそういうふうに言うんですけれども、そこのトップがこう言ってます。あ、これですね、レイセオンっていうとこれね、ロッキードマーチの次ぐらいに、だから多分ね、確か世界2位ぐらいの大きい、とんでもないぐらい大きい、これね、こう軍事企業だったと思います。これ、レイセオンです。ここのトップがこう言ってます。私たちはこのようなシステムを作り、このような兵器を作ったことに謝罪するつもりはありません。事実、ウクライナ人が今直面している脅威に対して、それを抑止し、対処するのに非常に効果的です。と、ヘイズ氏は、侵攻から1ヶ月後に、ハーバードビジネスレビュー氏に語っていますと。いやいや、これね、なんかこう、だから、兵器があるからロシアからね、こうなんか守れるんだもんね、なんか対抗できるんだって言ってるんですけども、いやいや、これね、今あってね、こう、ウクライナ人が直面している脅威、それに対処できるって言ってますけど、このですね、今、ウクライナ人が直面している脅威もこれ、同じくね、兵器だからっていうね、兵器がね、ウクライナ人の脅威なのに、なんか兵器持ってるから脅威に対抗できるとかね、対処できるとかって、いやいやいやってね、なんかもう意味わかんないですよ。あとですね、これも面白いんですけれども、さらにね、この人こうも言っていて、なんかね、自分たちの兵器は、民主主義を守るために存在していることを改めて認識し、時間が経てば最終的にビジネスで何らかの利益を得ることができると思います。要するにですね、自分たちの兵器は世界のですね、民主主義を守るためにあるものだと。だからですね、いいことしてるからその結果ね、利益を得ることができるってね、そういうふうに言ってるんですよ。ただね、これに関しては、なんかね、こういった軍事関係に詳しい人がね、こういうふうに突っ込んでます。これが、ハータリング氏は多くの武器商人が自分たちの製品を売り込むときに民主主義という概念で自分たちを包み込もうとすると語っている。しかし、ほとんどの武器商人たちは完全に商業主義でサウジアラビアやナイジェリアなどの民主主義とは呼べない権威主義的な政権に喜んで武器を売ってるのだと彼は言う。ということで、ま、さすがにこれですね、アメリカの会社なんで、アメリカのね、こう完全な的な、そういったですね、中国やロシアにはこう武器を売らないけれども、まあですね、これ売らないっていうか売れないですけれども、ただですね、それ以外ってのはこうね、別に儲かればどこにでも売ってるってことなんですよね。そのくせにですね、これ兵器の会社はこうね、民主主義を守るためだってね、正義面してるっていうね、まあ、すごいなって話ですよね。で、今出てきたですね、レイセオンテクノロジーズですけれども、これね、ちょっとニュースとかじゃなくて、自分で気づいたんですけれども、なんかね、すごい気になってるんですよ。これ何かっていうと、今のですね、アメリカの国防長官のね、ロイド・オースティンって人いるんですよ。この人です、この人。この人なんですけど、なんかこの人ですね、アメリカの国防長官で初めてね、こう黒人でなった人、みたい言われてるんですけれども、で、この人の経歴なんですけれども、この人ですね、アメリカ軍に入って、で、なんかエリートなんで、すごい出世していくんですよね。で、これもですね、アフリカ系アメリカ人としては最初の中央軍司令官まで行ってるんですよ。で、その後退役して、そっからがね、ちょっと笑っちゃうんですよ。これからですね、アメリカ軍辞めてどうなったかっていうと、その後にですね、なんと、レイセオンテクノロジーズの取締役になってるんですよ。
わかりますこれ。だからこれですね、さっきも言ったように、レイセオンテクノロジーズって言ったら、これ、世界で2番目ぐらい大きいね、アメリカのこう軍需産業の会社なわけですよ。そこの取締役とかになってた人が、今ですよ、その後に、今、アメリカの国防長官やってるんですよ。なんかもう終わってますよね。それはですね、兵器売れるようにするよねっていうね、そういった話じゃないですか。それはもちろんね、こう、軍がね、どんな兵器をね、必要としてるかっていうのは、そういうのを知る必要もあるんで、こう、軍事企業がですね。だから、軍事企業とアメリカ軍って多少ね、多少ぐらいは繋がってるのが必要でしょうけれども、ただこれですね、こう、軍事企業から雇われてお金もらってたですね、幹部。そういったですね、幹部とかやってた人が、これね、アメリカのね、国防長官にするっていうのはちょっと、さすがにね、なんかどうなんだろうとか、絶対ダメだと僕はね、そう思っちゃうんですけれども、ダメだなってね。で、これもちろんですね、バイデンが示してるんですよね。だからこう、みんなグルなのかみたいなね、そういった話ですよね。しかしこれね、どう思いますこれ。アメリカの国防大臣がですよ、こう、軍需産業と繋がってるっていうね。そしたら戦争終わらないしね、戦争起こすでしょっていうね、そういう話ですよね。でもこれですね、軍需産業がどれぐらいすごいかっていうと、こうなります。過去20年間で、防衛企業が政治家へのロビー活動に25億ドル、かっこ約2980億円。まあ、今のレートで言うともっと大きいでしょうね。選挙活動への献金に2億8500万ドル。これが約339億円とかね、費やしたと見積もっていると。で、2020年に最も多額の献金を行ったアメリカ軍事企業は、ロッキード・マーチン、ボーイング、ノースロップ・グラマン、レイセオン、ゼネラル・ダイナミクスの5社で、その総額は推定6000万ドル、かっこ約71億円っていうね、こういった感じなんですよ。だからそれは政治家もね、言うこと聞くよねっていうね、見えてるお金でこれだけですからね。っていうことで、まあアメリカはね、相変わらずですけど、やばいって話ですよね。あとはね、ちょっと最後ですけれども、この間ちょっとある記事見たんですよ。何かっていうと、またですね、エマニュエル・トッドがですね、いろいろ話してくれてたんですよ。で、そこで言ってたのがですね、やっぱりこれね、世界を不安定にしてるのはロシアじゃなくて、世界を不安定にしてるのはやっぱアメリカだってね、記事出してましたね。まあ本当にその通りでしかないですけれどもね。ただね、これ、もう一人厄介な国ってやっぱね、日本にとっては特にですけれども、中国ですよね。だから日本としてはですね、そういったね、中国に対応するためにも、日本はこれね、やっぱりちょっと、しょうがなくアメリカと仲良くしなきゃいけないっていうね、そういった現実あるっていうね。ただこれね、エマニュエル・トッドはずっと言ってるんですけれどもね、日本はアメリカからね、自立すべきだっつってね。で、そのためにはやっぱ核兵器を持つしかないってずーっと前からね、いろいろ言ってるんですけれども。ただね、なんか、ちょっと思ったんですよね。なんか改めてですけども、改めて最近そういった記事読んで、またエマニュエル・トッドがですね、日本は自立して、そのためには核兵器持つしかないって言ってるのを読んで思ったのが、なんか思ったのがね、これ、日本ね、僕ね、核武装賛成なんですけれども、ただね、なんかですね、今の日本がね、核保有したところで、ぶっちゃけですね、なんか、全然怖くない気がしちゃうんですよね。だってね、これ、自分がですね、日本の敵国だったらですよ、日本が核持っててもね、なんか、絶対使わないでしょって思えるっていうね、そんな気しません？なんか僕、そんな風に思ったんですけれども。だからね、なんかね、核武装してもなかなかって、ちょっと思っちゃいましたね。やっぱりこれね、結局こう、日本がね、直接選挙で、国民の直接投票とかで、日本のトップを決めれる、こうならない限りちょっと無理かなって思ったりとかね。まあちょっとね、でも、なりそうもないこと言ってもしょうがないんですけどね。なんかふとね、そんなこと思ったって話です。はい。ということで、まあそんな感じで今日はですね、本当にこう、軍需産業が儲かり始めるのはこう、各国が軍事費を増えた、これからさらに儲かるよってね、そういう話なんですよ。はい。ということで、今日はこんなところでございます。